ウニオンフェノーサは、ガスと電気の生産、流通を行うスペインの企業。11,120メガワットの容量を持っており、890万人の顧客を持つ。本社はマドリードにあり、社長はペドロロペスヒーメネス。以前は、IBEX35 の企業の一つであった。現在はガスナトュラルグループの一部となり、ガスナトュラルフェノーサの名称で事業を行っている。 ウニオンエレクトリカ・フェノーサという名称は、1912年に、ウニオンエレクトリカ・マドリレーニャという社名で設立された、ウニオンエレクトリカと、後に、フェノーサ伯爵に除された、ペドロバリエデラ・マサによって、ラ・コルーニャで設立されたフエルサ・エレクトリカ、デル・ノロエステの合併によって、1982年11月23日に、誕生した。つまり、この企業の起源は、 マドドリリードとガリシアにあるフェノーサは、ペドロバリエデラマサが所有していた、ファブリカデガスイエレクトリシだと共和国支持がゆえに、フランコ側によって銃殺された、企業家、ホセミニョーネス所有のエレクトラ・ポプラ・アルコルニエサの強制的な合併によって生まれた。1986年には手始めに、ウルグアイの企業をウシーナスイトランスミショーネス、エレクトリカスと提携契約を結び、 海外進出に乗り出した。1988年には計画の推進企業として参加していたトリージョ原子力発電所の創業が開始された。1992年には初の海外直接投資に乗り出し、1994年には再生可能エネルギーを推進するためにウニオンフェノーサ、エネルヒアスエスペシアーレス社を設立した。 1989年に開始された2年ごとの展示会の成功の後、1995年にアコルーニャにモストラ・ウニオン・フェノーサと命名されたウニオン・フェノーサ近代美術館を設立した。また、電気通信分野の自由化後には同分野に参入し、1998年に携帯電話企業エテルに出資、翌年企業グループウーナに売却した。2000年に エジプトの石油会社と契約、ガス採掘権の許可を得、同分野において有利な地方を築いた。またグループ内の技術専門企業を集約して、サルーツエオナを設立した。2001年メキシコで、ウニオン・フェノーサが手掛けた初のガスタービン・コンバインドサイクル発電方式のエルモシージョ発電所が創業開始。2002年多分野での事業展開を考慮し、 社名より電気を意味するエレクトリカを除去。国際的なガス市場でのポジションを強化するために2003年に戦略的出資としてウニオン・フェノーサガスの株主にイタリア企業エニが50%の持ち分で入った。ガスナトラルとの合併以前にウニオン・フェノーサグループは15カ国で事業展開を行っていた。2008年7月、ウニオン・フェノーサに出資する。 筆頭株主の ACS にガスナトュラルから買収の申し入れがあり、それを同社は承諾した。翌年4月、ガスナトュラルによる株式公開買い付けが行われ、発行済み株式の34.75%、3億1765万5538株を取得、執行権を掌握するための69.54%の投票権を得た。 公開買い付けの後、4月14日までにガスナトラルはウニオンフェノーサ株の84.77%を所有、金融機関との間で貸付金の生産文書並びに株式売買契約を締結、ウニオンフェノーサの発行済み株式の95.22%を所有するに至った。4月末、両社の取締役会において、ウニオンフェノーサと ウニオン・フェノーサ・ヘネラションの吸収による両社の合併計画が了承された。そして、ウニオン・フェノーサ株後に対してガスナトラル株産の交換が提案された。2009年9月4日、ウニオン・フェノーサ株の市場での売買は停止され、ガスナトラルに完全に統合された。ウニオン・フェノーサの風力発電機以下のような部門を保有する株式の45%は ACS が、 保有していた。2008年7月、ガスナトラルは ACS の保有分を76億ユーロで買収することを合意した。ありがとうございます。